ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は FC3S の補給類を分解していきたいと思います。長くなってしまったので前編後編に分けました。今回は後編です。インマニの分解がメインになります。車上でのインマニ外しの参考にもなると思いますのでご覧ください。では始めていきます。ホイールのフェラーパイプを外します。共締めになっているのでソレノイドのボルトを外します。パイプの根元のボルトを2本外します。ステーのボルトを3箇所緩めて遊びを作ります。1本はインタークーラーのパイプの下なので先にパイプを外します。ついでに周辺の配線も外しておきます。ノックセンサーのコネクターを外します。スロットルポジションセンサーのコネクターを外します。吸気温度センサーのコネクターを外します。アースを外します。ブローバイホースを外します。オイルパイプが外れました。インマニのボルトナットを外します。中央にボルトが1本、あとナットが4箇所です。前側のバキュームホースを外します。3本ありますので組むときに位置が分かるようにしておきます。スロットルボディに入っているウォーターホースを外します。車上での作業の場合このホースは外しづらいのでインマニを持ち上げながら最後に外します。後ろ側のバキュームホースを外します。こちらも3本ありますので組むときに位置が分かるようにしておきます。これで上部インマニが外れます。先ほど緩めておいたステーのボルトを外しステーを外します。配管を固定しているボルトを外します。インジェクターのボルトを2本外します。ここにスペーサーが入っているので外しておきます。これです。配線を固定しているナットを外します。台座が動いてしまうのでしっかり押さえて外します。ウォーターブロックについているセンサーのコネクターを2つ外します。メタリングオイルポンプのコネクターを2つ外します。オイルポンプジェットのバキュームホースを2箇所外します。エンジンハーネスを固定しているナットを外します。エレメントブロックの下にあるイオンセンサーのコネクターを外します。インタメについているホースを外します。無理をするとバルブ側が割れてしまうことがあるので注意します。
インマニのボルトナットを外していきます。ボルトが5箇所、ナットが2箇所あります。オイルポンプチューブを外します。 FC3S は4本になります。束ねているステーをこじって開き、配管をフリーにします。エアポンプのブラケットを外します。ボルト2本です。外れない場合はバールなどでこじって外します。インマニを外していきます。配線など注意確認しながら外していきます。外れました。ウォーターブロックを外します。ナット4箇所を外します。ボルトは外さずにそのままでも外れます。ウォーターポンプを外すときはボルトも外します。クランクプーリーを外します。ボルト4本です。固着している場合が多いので軽く叩きながら外します。ウォーターブロックを軽く叩きながら外します。クランクアングルセンサーを外します。ナットを外し上に引き抜けば外れます。タービンのオイルパイプを外します。メタリングオイルポンプを外します。ボルト3本で止まっています。ポンプジェットとチューブを外します。小物を外していきます。ここのボルトはしっかり押さえて外さないと台座が取れてしまうことがあります。エレメントブロックを外します。ナット2箇所です。ここのナットは他のナットと違うので組むときに分かるようにしておきます。クラッチカバーを外します。クラッチディスクはまだ使えそうです。フライホイールをロックしてフロントプーリーボスのボルトを緩めます。ここは25キロで締まってますのでかなり硬いです。フライホイールの54ミリのナットを緩めます。フライホイールはテーパー状になっていますのでショックを与えて外します。ナットはつけておかないと外れた時にフライホイールが落ちてくるので注意。これで全ての分解が終わりました。今回はここまでになります。前編ではタービン周りの分解を解説していますので、興味のある方は前編もご覧ください。
とうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。